死ぬぞさあこれは一発目から非常に豪華なカードです。ヤック対 RX 来ました。 RX いきなりの登場です。ミスター動画ですよ、 RX です。対するはヤックチーズバグニーチーズバグニー左足押して、さあここも一番欲しいところだが RX は、まあ、しっかりとここは立ち回っていいんでしょうか。左足バックジャンプ台形、これがユンヤニが非常に苦労する。立ち上げスフィアです。気を消して張っていったが、さあじわりじわりと体力を奪っている RX。 実はこの RX ユン戦が上手くないんですが、ダイパン投げられて、まあ、高め台形の乗っかってターゲットといったところだったんですが、ヤックね、ここしっかり原神つなげていきたい。ビーって壊し、立ち受け立ち受け、おいちゃん入らず、コアコア中盤台足、これは使っている。タックルはガードする格好になった。テリプルで押されて、これは削り殺されてますね。さあヤックン立て直していきたいが、ダイパン、対空ダイパン一発もらっただけでこの威力。そして投げ、ダイパンと投げしか RX 当てていないんだが、かなり減っている。五目毎中五目ダイパンで通算、これは大鉄ですかね。今のは黒田いますよ。のじ合いです、のじ合い。スフィアイズ立っていってチアシガードしている。ガードしっかりして手前下がいき、前ブロー取ってゲージが溜まるか。2で逃げる、まあ、RX 今のは2で逃げたんですが、まあ、今のはね遠大パンとかが、まあ、結構痛い格判になるかなと思います。打開も打開割りなのかな。さあタックル対空、そして EX タックル。ここは RX が勝って、さあこれは次に入っていくのが、さあおそらく黒田が入っていくでしょう。さあ黒田が両替をしている間に、まあ、陽平さんが入りました。の試合です、の試合ですよ。さあこれは RX 対陽平。あ、僕もはい、ちょっとまあやろうかなと思ってます。まあただちょっと後でコープンが来るので、まあちょっとそっちもね楽しみにしてもらいたいなと思ってるんですが、今日は RX が来てくれているプラス、まあ、九州からね鎧同士の、まあ、最強息吹使いと言っても過言ではないコープンが来てくれます。まあまだ到着していないんですが、まあもうそろそろ到着するでしょう。アレックスかなりこれは久しぶりでしょう。全くやってなかった。これはブラジル帰りのアレックスということでいいんでしょうかね。まあ、木星帰りの男、ブラジル帰りの男というのはね、まあ、いつの時代にもいるということです。勝ち上げガードしている。これはラッキーがパコク、傭兵が無理やりこじ開けて、まあ、難しいと言われているダットリユリアン、ダットリ側が特にまあ難しい、ダットリ側の意見としてはまあユリアンきつい、難しいといった声が聞こえますが、まあね、かなりいい勝負なカードなんではないでしょうか。中足子がしっかり入れて、アレックス、いや、そうか。これは平吉誠です。これは平吉誠ですね。あー、よくアレックスボアソルチつってますね。ボアソルチつってます。これは今やっているのは平吉誠。アレックスは2連勝中。あっと平吉が押している。
おろし大おろし選手が、まあ、決まらずに一限りできず、さあこれはエイジスしっかりガードしていたんですが、まあ、中断くなっちまって、次はエイジス戻ってきて、これがアレックスの得意技、壁が戻ってくるんです。開幕投げを決めているのはヘイシ、裏回って投げる、下ろし、カラクサ、これはさすがに前外、ヘッドスカシで投げて中盤タックレイジス、これもまあアレックスの代名詞と言っても過言ではない、まあ、隙あらば中盤タックレイジスを入れようとしてくるアレックス、投げて逆に投げ返しているヘイチ、さあ投げの押しになっているか、アレックスはゲージを貯めようとダイジャンプ台形が多めになっている、ここ2位は、まあ、おもむろに2位で突っ込んでクリアエイジス、これはうまく成功している、前中間でしっかり飛ばさせないように、さあこれはスフィアエイジスで決まって You win.さあ、まあ柔軟体操と言いますが、これはアレックス対タルバイン、まあこれはね実はまあかなり昔からの知り合いなんで、まあやっているカードではあります。タルバインです。まあアレックスとしてはまあここは本物練習ぐらいに思っているでしょう。いい開幕っていてヘッドタイク、これはもうヘッドで突っ込んでいった感じですね。スフィア台で打って飛ばさせない、コンボがまだちょっとまだ厳しいか。アレックスコンボ精度が以前のような高さではないが、ジャンダイケ投げてまあ、最後の局面で、まあ、スタンはさせていないアレックス、まあ、さすがというべきなのか。次これエイジスはこれは暴発だったんですかね。相変わらず強えばやっぱり2は、そうですね、今ちょっとみんなちょっと早いんで食事行ったりとかしてますんで、みんなまた集まってくると思うんで、もうちょっと待っててくださいね。今日はね、マグナム岡田君が来てくれてるんで、聞こえますか？さすがにね、この俺のね、エレナを不甲斐なく思ってね、いい加減にしろと、じゃあ岡田君だけやってきました。さあ、これが相変わらず。はい、次ヤックンいきます。ちょっと声大きめで喋った方がいいかもしれないです。ああ、そうか。はい、特ら用になってますか、音声が。さあ、再びヤックン登場。ヤックンはスフィア食らわなければ勝てる。まあスフィア食らわなければ勝てる。スフィアがタックル。
さあ、コンボ練習だったね。まあ、まだただ温まっていないと思います。まだまだ温まっていないでしょう。さあ、しかし、まあ、この男非常に運がいい男なんで、まあ、やはり強いアレックス戦いでしっかりこれゲージ回収は、まあね、1割程度ですが。着雷撃、今の余談なんですが、まあ、タックルをね、ああやって着雷撃を落とすことで、まあ、一歩的に勝てる場合が結構あるということで、まあ、着雷撃はかなりユリアン戦は意識した方がいいかもしれないですが、ここはしっかり薬を下げていく。しかしながらアレックスのヤギミタクのブロっていうのは非常に怖いものがあります。ミー、これはバックジャンプ、しっかり逃げていったという判断か。中間ゲージを食べて固めて固めて早めに掴んで、まあ、これはテツさんテツさん中盤弱にしようっていう形にしようとしたんですが、まあ、次のテツさんが見つけてしまったと。小足タックル、これは読んでいた。サイズキック、コボクを打ったところにタックレイジス。これはまあ勝負強さというよりかはもうこれしかなかった、選択肢がこれしかなかったということでしょうか。しかし前方弟子、これは前外大輝、出し受け、鉄さんこれガロしている、クーベルを取って、あっと今のは雷撃すかし、中間下げションでも狙ったんですかね。大チャンプ台形、これは再テイクを取ると中足はかくないです、まあ、ユンの中足をかくらせないようなジャンプ台形を打てるんですが、まあ、アレックスの子はやっていないというところ。これはしっかりコンボを決めて死亡でしょう。さあ、もうすぐコープインキ来るはずなんですが、まだ到着が遅れているようで、まあ、しかしながらこのアレックスが楽しそうにサードエしている姿っていうのは、まあ見てるとこれは多分温まるものがありますが、ヤックとしては遠距離でゲージを貯めて発動していきたい。これはもうしっかり投げで返している、まあ、危ない橋は渡らない。中盤高い立ち芸、中継中継打開でしょ。これは2位を立ち受けが上りで入って潰れている。そしてそれは読んでいたヤックですね。2位という選択肢が頭の中にしっかり入っていた。投げで、あっとこれは挟み込まれてしまった。落ち着いていきたいヤック、悔しい雷撃、お互いかなりベストのコンディションでやると、まあヤックがおそらく 7-3 ぐらいつけているこのカードじゃないでしょうか。まあね、実は俺は結構 RX とはまあやってるんですよ。ただまあ最近はもう当然やってないですけども、結構対戦経験はあるんで、50ガシとかもやりましたね。ここが中盤下げ所が入る、ディープが当たって勝ち上げ、これは足りなかった。しかし、鉄山鉄山、これはしっかり回収も行っている。中盤だけにしよう、まあ、50勝ちというか、まあ、厳密にそのカウントを数えてるわけではないですが、まあ、50本、まあ、50ぐらいはやります。人読みの世界ですね、まあ、僕とアレックスの場合は。 EX ヘッドで立ち受けことが潰れている。とりあえずさあこれが痛い、挟み込まれる形になったが、ヤックこれはうまく逃げている。テイスさんでうまく逃げをするが、
投げて、さあこれは壁を壊せることは早く壊せるんですが、うかつに触りに行くとまあ結構大変なことになるという。ヤク、お疲れ様です。どう、あの相変わらずアレックス、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 調子が落ちてるとかそういうことはない。アレックス、一緒のアレックス、光るよアレックス。トクラとアレックスの50ガチはあと、まあもう一回聞きましょうね。さあトクラが、いやどうもどうもですよ皆さん、こんばんは。どうもどうもどうもです。なんかうまいもん同士だとミーティアなくね、喋らず喋れずいいです。どうもこんばんはです。まあブロックブロックと、まあそうですね、なんかアレックスが久々に来たんで、もう固定でやってもらってる感じなの。しばらくあのアレックス見てみたいな感じで、まあ、まあ皆さんも望んでるんで見たいと思うんで。スーさんレアキャラだからね、そう需要があるよ、うん、もっとやっていいですよ、もっともっと伸び伸び。まあそのブラジル云々の話は後でアレックスからたっぷり聞いて、ね、話をしてもらいましょう。やっぱアレックス人気だな、ね、やっぱり人気もんすね。いやアレックスの個人放送なんてやったら多分あれですよね、多分300 相当いきますね、300から500とか、もうあの空中心とかやったら相当なもんですよ。あーその女の子グラマーは話聞きたいですね。トーンっぽいっすね。さっきあれですよ、オロオロかアレックスの試合なんてのを見てたんですけど、すっげえ面白かった。すっげえ面白かった。まああとで多分みんな、さあやたがやり込んだもん同士というあのような対戦。キー君、なんか動画悪いですか？動画状況大丈夫ですか？皆さん。ねえねえ、してます。いやー、ミリナンプライキックか。うわ。You win。まあ。めぐりはぎぎの後にしっかり投げを入れているあたりがやはりアレックス。さあここでちょっと待ってね、2が連れてきた外国人の方、ブラジルの方なのかなが、乱入します。バグ、これ何人の人なの。ブラジル人らしいですね。ああ来た、ブラジル人やん。カナリア軍団。ブラジル。カナリア軍団ですね。強キャラです。カナリア軍団ですね。さあ押してる、押してるぞ。さあなかなかいい連携だ。これは自分で仕込んだんですかね、アレックスが。結構いいユニアですね、これは。しかし自分が今度しっかりこれは練習できることを知っている、相手の動きを知っているということは、アレックスとしても
まあ、かなりやりやすい状況、しゃがみぐらいのタックルをお互い食らっている。前中盤非常にうまいこのユリアンリカルド・イゼクソンとサントス・レイチのユリアンいや、サントスかどうかわかんないところ方リバブルが、いや、いや立ち上げ、スフィアーイス、さあこのタックルで抜けているリカルドさあ、立ち上げあげて、あっとこれは食らってるが、立ち上げお互い食らっているさあ相手が RX の動きを知っていることもまた同じなんでしょうか。全く動きは一緒ですね。同じでしょうか。非常にうまいこのコンボをつなげていく、非常にうまい。そして RX は下風呂、立ち上げ食らって、やはり強いのかブラジル。リカルドのトラップ台形しっかり決まるハハハハ。今ブラジルの方からマジっすかという流暢な日本語が飛んできましたターボさん、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 まあ、ターボはまあおそらくこれはプレイヤーネームでしょうから、まあ、本名はリカルド違うからリカルド・イゼクソン・ドス・サントス・レイチがまあこれは本名です。これちなみにカカーの本名なんですけども、実は知ってるさあターボユリアン、ここはアレックスから伝授された技を使ってアレックスに勝つという、タックル、タックル、タックルは入らなかったか。黒田が首をかしげたのを見ているとやはりタックルはあそこで、まあ、クリートフカドのタックル、これはしっかり入っている。まあ、このタックルがアレックスつながってくるようになると、まあ、そろそろ調子を取り戻してきたかなという感じなんですが、コープンはねまだ到着してないですね。まあ、今日はフランス人のね、まあ、マルコも来てますんで、まあ、思い出せば1998年そこまでフランスワールドカップ、フランス対ブラジル、まあ、母国フランスがまあフランス大会ですよ。ジダンのヘッドでね、まあ優勝するわけですけども、まあそういったシーンがまた見られるのではないかとサービスライクでも、まあそういう気はしますが、まあ確かにちょっとフランス対ブラジル見たいですね。フランス対ブラジル見たいですね。さあ、まああの時はまあおそらくこのターボユリアも見ていたでしょう。母国ブラジル、リオデジャネイロでおそらくあの試合を見ていたでしょう。さあ、しかし非常に強い